ワンデーマイユニットって これをやったらこれをただ続けていったら未来が変わるよっていう、変えようとしなくてもただ続けていくことで変わるんだよっていう教えなので、みんな何かしらやっぱ始めるハードルがまずないですよね。結果出さなくちゃいけないとかもないので、ただ絵が好きだから絵をずっとじゃあ描いてみようとか、こう何かを続けていったらどうなるかなってことで始めた人も多いと思うんですけど、継続することでの成果を手に入れてる人ってそんなに多くないと思うんですよ。何かの結果を出したくてその本を買って、それでただやって挫折してっていう、多分そういう繰り返しの人多いと思うん で私は何かを始めてただ続けてるっていうものがいっぱいあるんですよね。何かを始めてこれやったらどうなるの、続けたらどうなるのかなってプロセスの中でこういろんなものがこう変化しているものがいっぱいあるんですよ。例えばボイトレとか英語もそうだし、ヨガもそうだし、あとまあ今の仕事のこともそうだし、ブログもそうだし、継続していってどう変わったのかっていう、まあ、ある意味結果を持っているので、その継続したらこういうふうに変われたんだよっていうのをな、あの話したら、あ、じゃあ私ももっと頑張ってみようかなっていうふうに思うことにつながったりとか、すると思うんですね。まずそれが一つ で、もう一つはその継続していく中でちょっとずつ変化させるっていうのがあるんですよ。でこの間あのヒカキンが、 YouTuber のヒカキンが喋ってるのを見て、で4年間 YouTuber でいられたっていうところは変わってないんだけど、でもいろいろ変えてきたから今変わらないでいられるんだみたいなことを語ってて、あ、すごい、なんか、あ、そうだよねと思ったんですよね。だから私もずっとこうライフコーチをずっと続けている中で、その変わってないんだけど、でもやっぱり日々のちょっとした変化をさせることで保ってる、何もしてなかったらもう退化してるかやめてるかなんかだったと思うんですけど、ちょっとずつ変えていくことができてるから逆に変わらずにいられるっていう中での、そのじゃあちょっとずつってどうやって変えていってるんですかっていうことも話せるかなって思ったんですよね。昨日はこうだったけど今日はちょっとこうしてみようとか、もう本当すごいちょっとの繰り返しなんですけど、ある時はまあ一気にブログをじゃあ2センチ書いてみようとかって、まあいきなりガンって変える時もあるんですけど、新しくブログをしよう引っ越そうとかもそれもいきなり変える時もあるけど、でもなんかちょっとちょっと、まあ、英会話も始めて最初はテキストやってたけど、ある日にいきなりテキストやめますとか言っていきなりパッて変える時もあれば、まあ、ちょっとずつメルマガの書き方とかコンセプトの見つけ方とか勉強しながら、あ、そうやるんだってなって、またじゃあ次のメルマガこうしてみようっていう、その先週と今週はちょっと違かったりとか、なんかそこを変える、まあ、発想なのか直感なのか、あのそういうのがあって変えていったら、まあ、結果的にロバートの絵をなんかなぜか描き始めたりとか変わってるんですよね。ただ英会話始めようって思った2013年から考えると、そこのこうちょっと変えるセンスみたいなのが あると、あのもっと未来が楽しくなるし、あとは私のやり方としては なんか、まあ、ビジネスをやってるからっていうのもあるんですけど、何か始めたことをこうお金に結びつけられるっていうのがあるんですよね。ロバートもこう書き始めて、よし、じゃあ LINE スタンプになりますねなんて言われたら、じゃあもう実際にそれ LINE スタンプで販売してみようみたいなものとか、あとブログもこういつかこれが本に なるように書いてみようとか、まあ、何も考えてないわけではないっていう、何か未来がこうなったらいいなっていうのがなんとなくありながらこうやってるから、なんかそれについても話していけたら、あ、だから未来が変わるんだっていうイメージもつきやすくなるし、ちょっと前編後編でやろうかなと思ってて、1回目はその自分で変えるっていうところで、で2回目はまあ人と関わるじゃないですか、先生とか、まあ、例えばハリマさんもそうですし、その教わり方がうまいっていう、教わり上手になるにはっていうのを後編でやろうかなって、斉藤ひとりさんの音声を前に聞いてた時に、教え方の本はあるけど教わり方の本はないよねっていうのがすごく印象に残ってたんで、そこをやってみようかなって。